はい、皆さんこんにちは。ダウン関西 A1 リーグ2023後期の試合をお送りいたします。始まりましたね。はい、始まりました、はい。今期の関西 A1 リーグは11名で争うということで、はい。上位1名とごめんなさい、上位1名が残王決定戦に進出できて、で下位3名がですね A2 リーグに落ちるという感じになっております、うん。30半ちゃんやりますんで、前半戦のうちはとりあえず優勝目指して頑張るけど、なんか降格争いになってたら落ちないように頑張る、うん。長丁場の戦いになります、はい。で開幕戦のカードが、春選手と、川ちゃん、そしてひろきさん、この3名で開幕戦をお送りいたします、はい。3人とも前期から A1 の、残留組ですね、うん。結構ずっと A1 にこうしがみついてる、結構落ちてくんですよ、やっぱり、うん。確かに生意気覚えのある人ばっかりですね。そうですね、はい。それでは本日解説、はい、それでは本日実況いたします麻雀警察ヒロです。よろしくお願いします。はい、解説の高田正宏です。よろしくお願いします。解説のマスターです。よろしくお願いします。では選手の準備よろしければ対局始めてください。始まりました。はい、始まりました。いきなりドラ表示白ポッチだ。白ポッチですね、うん。はるさんチーチャですね、はい。お、いいんじゃないですか。お、2面つと両面、はい、かなり整ってますね。軽いですね。9万から、かわちゃんすごい、めちゃくちゃいい。一色いきたい。そうですね。すごいですね。11枚ありますね。悪いですね、これは。チュン統一ですけど、もうローピンから切ったんであまりにも悪いんでチートイ固定しましたね、うん、はい。あら、9ピン手がけましたよ。お、じゃあ鎮逸見切りましたね、うん。ロッキーソンタツ強いんでね、うん。でもなんかこれはスーピン初持つぐらいならね、ピンズどんどん伸びるかもしれないんで、あ、これ国士だ。そうですね。もうやめか国士かの手になってますね。結構国士あるね、はい。そうですね。もう一個ぐらい引いたらちょっと数えますか。はい。まだね。かわちゃんこれ9ピン切りがロスにならなければいいですけどね。はい、でも9ピンぐらいしか切るのないんじゃないですか。こうなると。確かにな。これは。これはではレアンピンとパーピンのシャボン取るかカンチーピン取るかですけど、カンパーピンリーチやな。カンチーピンリーチだ。カンチーピンの方がちょっとマシで、国士もいの人がいるんでって感じですね。なんかめちゃくちゃ第1打がね、ローピンで数ピン数ピンって切ってる人いるんで、カンチーピン良さそうに見えますよね。実際山さんなんでいいですね。そうですね。ポッチはめくれてますんでポッチなしです。はい、ここでチーピン積もりました。これはまだ出ないですね。はい、残り山に2枚です。ハルさんワンチャンスの急走ブイッと押して、親番ですもんね。でしょうが、ローキューピンちょっと薄くなってきましたね。どうしますか。押しそうですが、押しそうですね。そのままプッシュ。ハルさん親番なんでちょっと止められる範囲じゃないと止められないですね。あ、チーピンはなんとなんとね、せっかく山にいたのに国士の人に来ちゃったね。来ましたね。リャンピン積もりました。シャモには受けないでしょう。はい、ひろきさん折りかな。粘らないでしょう。うん、折りでしょうね。もうトン切ったらもうやめた。もう現物オンリーですね。うわ、いいピンアンコだった。これね、行きたいね。ローピン3枚切れてるんですよね。でもリャンピンがね通ったんでウーピン行きやすいんですよね。当たった時高いですけどね。ウーピン行った。ウーピンで当たる時って短期とかね、シャボなんでね。ひろきさんはベタ折りと。さあハルさんが追いつくかどうかになってきましたね。こうなるとチーピンは残り山に1枚。これ一人国士模様で、もう川ちゃんとハルさんの2人対決みたいになってるんで、あんまり積もられても変わんないっていうのはハルさんかなり押しやすいですね。ハルさんもスーピンノータイムで押してましたね。降りてもしょうがないですからね。確かにスーピンって通ってないですからね。はい、やる気満々。これ相当全部いくんじゃないですか。はい。なんか降りて失点を防げるんであれば。あ、積もった。カンチーピン。ビーズも一丁。裏が乗りましたね。安願一。毎日。毎日。うん。まあ本人的にはチーピン馬強いいでしょって思ってるけど、ラスハイですね。そうですね、はい。やっぱり積もったよって感じですよね。お、かおちゃん悪くない。ソーズがいい形。トン2曲ドラ9走です。ヤンパッソがあって。もう一つですね。1、2、3、4といつ。チートイ決めるかな。あ、チートイ決めですね。決め気味ですね。決め気味。ドラ表にさんでもさっきのトン1から見ても思ったんですけど、手が悪い時はこうチートイとかコークシとか、ちょっと折り気味な進行。あ、でももうこれチートイツイシャンテン。イシャンテン、はい。9万いきました。はい。ドラの9走は残したいですもんね。はい。まあここで9ピンとか聞いて E マン9万って聞いていくとあまりにもチートイツっぽい顔になっちゃいますもんね、はい、そうですね。ちょっと匂いを消しに行ったかもしれないですね。ハルさんいい卒もりましたね。あ、この箱仕掛けですか。仕掛けて、はい、仕掛けて何切るか。3ピンかリャンピンですね。リャンピン、リャンピン、はい、関数層とスチピンの E シャンテン、はい、赤はチャンピオン3ピン入りましたね、リャンシャンテンですね。お、テンパイ天杯そのまま入れるか、あ、取るかどうか。取りましたね。まあ取るのが素直っぽいですよね。はい、白は赤赤なんで現状4000点の天杯です。さてここどういきます？ちょっとチーピンを下げなんですよね。Eピン切るかと思いましたけどね。Eピンなんですね。まあ一番素直ではありますよね。はい。ペンチーピンがちょっと良さそうな感じなんでね。イーストピン引き入れて、リャンを。ああ、これどうする？カン。いや、関しないな。関しない、むずいな。切るけど、切りそうだね。そうだね。面前2人いるからね。あ、予定通りで。これテンパイだけど。はい、これ。ああ、なるほどね。かわちゃんらしいな。かわちゃん、後継中なんですよ。これね、チーソー2本切れてましたんでね。ちょっと外しやすい。あ、チーソー2本なら、まあ、僕でも外します。かわちゃんじゃなくても、これ外しそうですね。チーソー切りで。あ、これの方がこれをいっちゃう。うわー、いいマッチだけどね。いいマッチっぽいけどな。まあ2枚いそうなところ。あ、でもね、ドラ表示とまあ場にも出てるんで使えないんで丸々2枚残ってるってやつなんですけどね。あ、いいじゃん。これでいくね。あ、この手順なんかかわちゃんって感じがするな。なんかでも上がりそうじゃないですかこれ。かわちゃんは名古屋でねリャンシとかやってる人なんですよ。リャンピンはそれ相当通るように見えますけどね。まあとりあえず自敗から、これ嘘で上がるようなことあったらお見事ですよね。嘘はあと1枚ありますね。嘘はるさんも待ちなんですよね、はい。引きがっちゃうかもしれない。3ピンはどうなんだ。3ピンがここに1枚、あと1枚ですね。あ、1枚いますね、はい、2対3ですか。あとはるさんパーソを掴んだらどうするからな。パーソなんか止まるわけなくないですか。パーソね、ちょっと押しやすそうな雰囲気はあるんですけどね。チーソー3枚見えててわかんないよ。パーソ止まるんか。とんでもないビタ止めね、結構見てきたんですよ。パーソ止まる気しないけどな。朝一からキレッキレかどうか見たいからちょっとパーソ掴んでくれんかな。切るけど普通は切りそうだけど、まあでも相手がかわちゃんで親ですね。親だからな、絶対か。かおちゃんの顔はまだそんなに弱くないんですよね。まだ何でもあるもんね。想像は何でもあるし、6筋ぐらい取ってますんでね。品蔵サブローピンあるし、あと6筋ぐらい取ってます。ちょっとまだ絞りきれないかなって感じですね。あ、だからこのリアンソですね。やめるんだよ。やめました。じゃあパーソンもやめたかもしれないですね。でもさ、リャンゾーをやめるのとパーソンをやめるのってまだ違うんだよね。リャンゾーってドム筋だから折りやすいよね。パーソンはいっちゃうけどリャンゾーは止めるっていうのもあるから。でも結構ノータイムで降りたね。はい。花々おやり、花々おやりだからなんか無視で掴んだらやめようっていう。もうちょい考えるよねでも普通ね。クーとか言ってさ。確かに早かったですね。だって満眼テンパってんだよ一応。はい。やんぞ通った。3番って結構上がれそうな形になるんですけど大事ですねその諦めも。まあ確かにね。あ、もうすごい。戻してリャンゾ通ったんですよね。あ、リャンゾ通ったから合わせれる。よくピン選べたな。はい。めちゃくちゃ薄いピン引き戻して。カンちゃん戻ってきた。普通戻ってきやすいように両面の振り点にしたりとかあるけど、まあ、現物がそもそもウーピンぐらいしかなかったんですね。ウーピンやったんですけど、はい、ウーピン選んだんですよ。ウーピン、はい。ハツはションパイですか。これは切らないな。切らないですね。でも切らない。もう一回再びもうないですよウーピン。もうないね。もう4枚目ですから。復活はないね。あと数ピンしか安牌ないんですよね。まあでも順目的にでも1枚で折り切れるかな。9ピンは集まりました。面ピンツも3、リーズマピンフードラさん裏見してください。乗らずでしたね、乗らずでした。9000オール、はい。ちゃんと見せろって、見せてください。はい、9000オールです。多分言われましたね、あれ見せてください。今上見てました。天の声を聞いてましたね。母ちゃんいいリズムですね。ダブトン発といつ。おお、いい手がいい手。すごいすごい。ダブトン発。これ上がったらもうなんか突き抜ける感じですね。ドラが小さ。いろきさんもチュンといつだけどさっきからちょっと形悪いな。はい。ようやく普通に戦えそうな。2面ですね。初めてまともな手が入った感じです。さっきもねチートイドラドラだったんですけど。はい。ハイパイのチートイイシャンテンって結構張らないよね。張らないですね。張るとき一緒なんだけど、うん、最後まで張らなかったりする。はい。カワちゃんね本一に行けそうな感じもあるんですけどね。想像伸びたら行くかもしれないですね。本発はどっちも叩くんですが、誰も持ってないんだよね。うん、そうですね。現状全部山。こういう時にすごい点仕上がる時あるんですけどね。泣けないがゆえに面本リーチとかたまにありますからね、サンマは、はい、ちょっとソーズの本質見てますね。パーピンから切って、はい、面前で仕上がったらトリプルとか数え役満になるような手ですね、うん、お小車輪まで出てきた。ウーピン切るかチュン切るか。これチュン泣くケースありますかね。チュンポンか、うん、はい、泣いてひっつきですね。ひっつきのいいシャンテン。ひろきさん蹴れるかもしんないね、はい。母ちゃんの頭髪が見えない。うん、頭髪がけない間にテンパイ、はい。リャンピンローピン。あら、母ちゃんポンだ。水槽からいった。おお、アグレッシブだね。アグレッシブですね。だドラ表示杯の甘露層のターツ残るんで結構不自由。あれもうまくいったね。これでテンパイ。うまくいったけどちょっと最終形がね不自由ではあるけど。うん。このローソーが。急走も2枚切れてるんで6急走になってもさほど嬉しくないっていう。間違えるかせずそのままどっちがいいか難しいですね。カンチーピンとリャンピンローピン、まあ取ってる方切ったのかなとりあえず。おお引いたずいよ。ミラクル結構薄いですよこれ。水槽からポンできます？いやできないです。できないですね。僕も確かに水槽だけはちょっと。水槽ってあそこ2面つできそうな場所じゃないですか。はい。ねあそこ1面つ甘露層固定しちゃっていいのっていうなんかちょっと声出せるかどうか。表示の甘露層。そうですね。ただねサブロストと2回必要なんでめっちゃ苦しい。まあでも確かに数ピンもしたらトンパツどっちか泣けそうですよね。テンパイまでは確かにいけそうか。いやでも見事ですね。思い切りがいい方向に出ましたね。サハルさんトンポン。これもらしいですね。花を出す前にポン。これらしいですね。らしいですね。一個出てるイーマンですね。母ちゃんいいですね。うわ赤4。今96000点までいってますね。母ちゃん。あ96000点はい。花を抜いてリアンシャンテン。ああいうトンポンってする人としない人結構分かれると思うんですけどどうなんですか。マスターはしないね。私はしないですね。あれってやると僕的には難しくなるイメージなんですよ。はい、僕はなんかあんまりその後々の対応に自信がないからスルーしちゃうっていうのはあるんですけど、うん、そうですね。あリャンスキーそれ言うとねハルさんにね、うん、だから自信があるからポンすんだ、はい、言ってました。すごいそれは素晴らしいです。難しくなっちゃう、これハルさんらしいな。確かに3人でやってるんで、うん、なんか蹴るのも大事なんですよ。あ見てください今の川ちゃんの9万おすごっすごいですよ。リャンソキって9万残して頭できましたよ。今一番頭が欲しかった手ですよ。頭欲しいからリャンソキったんかもね。あでもどっちでも頭できた。なるほど。おペンチソー即リーチいきましたひろきさん。これやばいですね。餌食になる可能性ありますね。もろ引っ掛けになってますね。もろ引っ掛けだけど景色悪くないですよね。で9万いくんだ。へえテンパイ取らずねリャンピン切りそうなねリャンピン切りそうだけどね。3枚展望あるから、うん、でもまあどうせすぐ張り戻すってこと？いやこれアダになるかもしれませんね。チーソー、チーソー出ちゃうかもしれないね、はい、この打ち方すると。これでちょっとローソー、あ、そうとか入るとさ、はい、これでローソーを捉えきれない展開ちょっと渋いですよね。だってこれウーソーかチーソーか切るならさ、うん、絶対あ、はい、これは出るだね。これは出る、はい、これは出る筋ですね。リーチドド、リーチドドド満願う毎日ですね、毎日。今かわちゃんカンローソンのテンパイ取らなかったの意外ですね。意外ですね、うん、なんでだろう。まあかわしてるとしても別に悪くはない手でしたけどね、はい、相手リーチなんでね、うん、はい、3枚待ちも6枚待ちみたいなもんなんでね、取りたいですね。お、いい平行が出来上がって、うん、頭とターツ、あ、カンオソカンパーソいいシャンテン。ここまでね手が入ってなかったから、はい、ハルさん2面ツありました。あれ、ん2面ツかな、まあでもイスあったかな、うん、あれ花か、いや1面ツですね。1面ツでドイツ花2像3像でした、はい、123に見えますね、はい、うん、でもいいですね、はい、6ブロックあります。シャーポンして軽く上がれそうだな、はい、ポンして両面両面、あ、ごめんなさいごめんなさい、シャーお高瀬ですね。お高瀬ですか、お高瀬です、はい、あ、そうか、チーチャでしたね、はい、お、伸びてきてる、伸びました。あ、いいローソンが入りましたね、ピン切り、はい、あ、いいね、はい、半ローピンをパーソ、はい、ひろきさんが一番早くなったな。テンパイこれどうする、闇か一旦ですね、一旦闇変化待ちで白ポチやめにできるね。怖いんですよね、怖いけどちょっと変化あるもんね。ピンズの変化かなりありますんでね。ドラの発を持ってきて6球ピン、リャウパーピン全部いいですもんね。上がり以外が全部数ピンとかでもいいのか、全部変化、ローピンツモ以外全部変化。お、カンパーソー即リーチ、カンパーソーよく見えますか。カンパーソーがよく見えるっていうよりは9層2枚切れなんでシャンポンが悪いから、まあ消去法、あ、そしてこのカンパーソーがつかみ打ち取られました。技ありで1一発ドラドラ半眼1枚、うわ裏パーピンやすごいでやられてますね。まあでも9層2枚切れだから選びやすかったですね。そうですね。さあ難入ですね。じゃあこれハルさん、ハルさんこの親で点数叩きたい。そうそうそう、大事。うん、あんま良くない。トイツ9万トイツ両面ペンちゃんということは4シャンテン。まあとりあえずシャアから。シャアからですね。あ、ダブナントイツだ。ひろきさん重いな。そうでもないですね。ウーパーソーとひっつきみたいな感じで、うん、はい、なお泣いて、あ、これチューン泣き返しますね。あれ、チューンスルーするんですか。スルーでした。はい、これ意外じゃないですか。意外ですね。悪いな。でも親番は何叩いていくってことですかね、はい、うん、というかさっきより悪くない。でもなんかさっきのトーン泣いていってた時とあんまり変わらないイメージありますけど、さっきのトーンはね、なんか安いけど、うん、そんなに遠くなかったんですよ。そうですね、はい、で今回のは、はい、遠いんですよね。多分安い高いは関係ないんだけど、うん、はい、遠い遠くないは関係あると思うんですよね、うん、多分まあでも2枚目は嫌なんで泣くと思いますけどね、うん、はい、その2枚目出るまでに、あ、嘘切りもらしいな、うん、苦しいですね。ちゃんとか外したくなっちゃうんだよな俺、うん、チュンポンしたんだったらなんか結構厚くいくのかなと思いきや素直に手は進めるっていう、うん、非常に春さんらしさが出てますね。リャンゾイーソーとか切りたくなるよね、うん、チュンするし、まあでもリャンゾイーソー切ると結構マジで遅くなっちゃうんだよね。そう、マジで遅くなっちゃうんだよな。カメだ、そう、4列目後半に張るんじゃないかってぐらいのスピードになっちゃうから。母ちゃんの酸素が丸いきですよ。4枚残ってます。これで5ブロックに受けるんですかね。はい、ここでイーソー出てるけどパーソー9層いくのか。あ、パーピン、パーピン1枚切れですね。はい、もうちょっとあった3層生きてた。ダブナンドラ30005000。さあこれでハルさん最後の映画流れたんでちょっときつい感じになっちゃいましたね。まあ、準優もあるんで2着狙いですね。はい。母ちゃんまたいいんじゃない？いいね。バチバチですね。はい。10万点ありますよ。ひろきさん2万7000でハルさん1万9000。ダボーナンがひっつきましたね。5ブロックあるし。ハルさんはドラが2枚あるけどちょっと重たい感じ。お、ウーソー盾何本が入りました。あ、ローソー切りといきましたね。ウーソー使い切りたい気持ちですね、はい、絶対に。2巡ですごく伸びましたけどリャンシャンテン。あ、9ピン切らなかった結果こういう形になりましたがどっち取りますかね。ピンフにしたいんだったらでもやっぱ E ピン9層の勝負強いですからね。強いですね。はい。一応両面変化も残して9ピンから、はい、3ピン引いた時ピンフになりますね。リーチが入って数ピンポンして打球走ですが、はい、球走が捕まるダブル引っ掛けでしたね。はい、リーチドラドラ6000点。そうですね。球走縦にしか当たらない範囲でしたけど当たりました。はい、さあそして10万1000点になりました。はい、川ちゃん爆裂。あとは2着争いですねとりあえず。ひろきさんのペイが統一ですがドラ表示杯ですね。お、ハルさんいいですね。名本までありそうな手です。はい。あ、しかしシャアからハルさんは結構こんな感じで染めない麻雀が多いですね。まあ全赤なんでやっぱり三層嘘あたり引いてきた時に他なんか数層切っちゃうと全部相続もぎっちゃうことになるんです。あまりにもロスが大きいと判断するんでしょうね。あ、でも数層はそうなんですけど9層の方がね、はい、9層シャアで、はい、シャアからパッソチーソも逃さないで、ね、なるほどなるほど。ここでこんだけ集まったら一色に行くかそれともまだ数層引っ張るか。言うてまだ嘘引き嬉しいんで多いピン切り。はい、うん、E ピンは両ピン引いても U ピン引いてもなんかまあ切りそうな範囲なんで、はい、確かにハルさんはやっぱり数牌をすごく大事にするイメージがありますね。そうですね。結構仕掛けの多い打ち手なんで、はい、チュン出ますか。あ、チュンまだ引っ張れました。チュン引っ張ってるとやばいですよ。面前で仕上がりますよハルさん。はい、母ちゃん両面両感のいいシャンテンですね。ここでどうします？お、いい卒も言いました。ピンフ効率マックスですね。はい。でもいいですね。チュンが出てポンテン。はい。両ピンのテンパ入りました。両ピンのテンパ。パーピンもポンですね。パーピンポンでごめん待ち。あらら、どうですかハルさんの仕掛け数層嘘を放っていてポンしてドラ切り、はい、まあ かなりちょっときつそうには見えますよねもう。はい。これチュン関するか両面なんで関しても良さそうですよね。関すると思います。自分の打点が上がるケースはちょっと少ないけれどもそれでもやっぱ1回積もれるのが大きいですね、はい、それとまだ生きる範囲が多いんでね G ピンとかパーピンとか、うん、お、これは関連像めちゃめちゃいい町に見えますが、そうですね。この関連像って結構難しいですね。全部山にいるか全部持たれてるかみたいなところありませんか。良すぎてもう全部はないんですけど、まあ、持たれてるあんことかあります。まあまあ3枚、そう3枚ぐらい、はい、はい、でもこれ丸山ですよ。これ逆にリャン像1枚切れてた方がちょっと嬉しいまでありますよね。あ、そうですね。うん。ハルさんはちょっとかなり押す感じになりそうですが、はい、勝負どころですね。リアンウーピン対カンリアンズの戦いです。戻りました。カンリャンズ4枚、リャンウーピン1、2、3、4、カンリャンズ丸いった5、6、7ぐらいでしたかね。少なかったですね、リャンウーピン。リャンウーピン少ないですね。1、2、3、4、5、リャンゾーの方が2枚しかいないですね。リャンウーピン、リャンゾー4枚いきなんですよ。リャンウーピン2枚、本人が使っとってあと1枚違います。あと1枚ですか。はい、全然ないな。あ、自分で使ってるのか。そうだ、あ、これで0です。0、0対4、終わりだ。ゼロの事実はハルさんわからないんで、パチパールとかない。このリャンソーピンポンあります。積もりました。リーズも裏が1個か。リーズも1、2、3、マンガン7000オール1枚ですね。いや、大変なことになりますね。今何万点だ。12万点ぐらいありますよ。爆裂だ。1000点差で最下位争いですね。2000点差ですか。はい、そしてまたメンツ2つとターツが。これはちょっと飛ばしちゃうかもしれない。飛ばしちゃうかも。重たい。ハルさんも重たい。ちょっとカワちゃんの勢い止められそうにないですね。すごい。くっつきのいいシャンテン。くっつきのいいシャンテン。もうちょっと勢いが違いすぎますね。今にもやりがこれ。はい、ただね、安いんですよね。いや、3個ありますよ。いいじゃん。十分。リズム赤。そうですね、はい。あと一発とか裏とかね。はい。まあ罪もあるんで。花も持って。かといってひろきさん全然押し返せるって格好じゃないんで。こっから切るの嫌だね。まあトントヨと。はい。ぐらいか。ハルさんもだよね、これきついよね。まあここでは飛ばないんで。そうですね。ツモは耐えるんで。自局再開争い。現物切りながら押し返しを伺うけど、まあダメだよねって言いながら切るぐらいですね。これでも打つと飛ぶじゃないですか。はい。打つと飛ぶんで押しづらいですよ。そうですね。サブロッソが4枚とポッチが5枚なので、ほぼ。みんなで降りてたらそのうち積もりますもんね。ハルさんがちょっとなんか行った方がマシみたいな手格好になってきたんですよね。ひろきさんいいシャンテンまで進んでます。ひろきさんもいいシャンテンですよ。はい。あれ追いついたら行くんじゃないですか。はい。だってこの曲行くか次行くかですよ。はい。ひろきさんはね、でも2000点上なんでね、できたら行きたくないとこなんですよね。ハルさんの方がまだ行きやすいか。はい。順位っていいシャンテン維持してます。あ、花引いた。花引いた。これ関数を引いたらいけるんですけど、これ関数残った時どうするんですかね。行った方マシですかね。これも白ポッチ見えてない。ポッチがあるんでね。ポッチあるからリーチじゃない。嫌だけどね。いやいやリーチじゃない。関数層残りもさ、ロー層を積もって関数層か、急層を積もって関数層かでちょっと違うかな。あとの変化がだから急走引いた時はもうリーチと。急走引いたら花きました。これで打っても満眼だ。はい。お、これは行きやすいですね。これでもリーチだ。ロー急走4本。なんなら勝てますよ。これローソが3と急走が1、9は完されます。はい。白ポッチも生きてる。ハルさんこうなったら横移動。現物あります。パーソーが今通ったか。はい。あ、通ってないか。いや、取りましたね、パーソー。あ、取ってないわ。取ってないわ。前順です。なんもないわ。端っこアタックだ。いいそう。なんもねえ、マジで。いいそうって、本当になんもない人が選ぶ気が。おお、よく引いた。よく引いたな。リ速ゾーンピンフ1、2、3、4。これ倍満ですね。倍満ですね。倍2。いや、ハルさんきついね、これだと。いや、そこからよく追いつきましたね。オーラス。オーラスひろきさんの親ですが、かわちゃんちょっと展望が離れすぎているのと、はるさんの展望がないので、ちょっとなんか積もったら終わっちゃいますけど、飛び賞もあるんですもんね。飛び賞がね、2枚あるんですよ。じゃあやっぱりなんか積もって飛び賞もらって自分だけ助かるみたいなコースでも全然。なので飛ぶとマイナス20枚ですけど、飛ばなければマイナス16枚なんで結構違いますよ。なるほど。でもトンチュンと言ってた。ドラドラトンチュンドラドラ。はるさんも上がるだけなら上がれそう。これぐらいだともうなんかいいですね。これぐらい点差離れてるとみんな逆にフラットですよね。なんかやることが分かりやすいんで。ハルさんスワンコのリアンシャンテン。スワンコ積もってあれじゃないプラス祝儀ぶち抜いてね、ああ2着のプラスでしたみたいな、はい、なくはないですよ、なくないよね、はい、なくはないよ、ほら夜間祝儀は多めに設定されてるのも結構いいですよ。ああれあれあれ、最後の最後にスーピンローピンパーソ、最後の最後にスーピンローピンパーソ、あでもローソないわ、えスーピンローピンパーソ、あスーピンローソローピン、ローピンないですよね、ローピンない、スーピンが1個、パスソが2個、じゃあいいか。白ぼっちもありますしね。白ぼっちない。カワちゃん隠してる。カワちゃん隠してる。でも普通に飛びたくないからポンテン取るよね。多分。どう？確かになんか。だって大振りして飛ぶわけにいかない。いや確かに。あそこ気になりますね。トイトイのテンパイ取ると思うけどな。シビアに行くと。え取ると思うよ。スルーしてうんって言ったらさ、もうスワンコ上がるかとかじゃあパーソンとかどうですか、パーソンのところで一番なんとかなりそうなとこじゃないですか。パーソンはね、パーソンからはポンするんだろうか。しそうですね。そうだな、するだろうな。でも想像の上結構馬強いですよ。いやまあそうだけど、いや1枚出るともうあと1枚なんでね。そうどっち行きますか。パーピンですか。まあ赤受け残しですか。まあ3ピン引きもね。お、あ、テンパイ。あ、これポン。あ、じゃあローソーじゃない、ローピンだった。あれ、かわちゃんは、あ、シャアが効いてるんですね。うん、役割闇点です。はい。カリアンゾ。自分はね、白ポッチないの分かってるんで、ダマにしやすい。あ、ポンテンだ。サブローソー。サブローソーも良さそうですか。あ、ポンしましたね。いいスーピン投げましたね。これで耐えれるかもしれない。リャンゾー対サブローソー対パッソーローピン、うん、ローピンはもうないんだよな。パッソーだけですね。あ、リャンゾーが勝った。リャンゾーの勝ちでした。まあでも飛ばなかったね、うん、はい、耐えましたね、うん、はい、カンリャンゾー上がって対局終了です。はい、かわちゃんの爆走でしたね。爆走でした。かわちゃんトップで2着がひろきさんですね。って考えると数層ポンからすべて始まりましたね。あれポンなんだ。あそこのポンなのか。まあでも確かに泣いたらテンパイまで行きそうだな。あそこ自信持ってポンって言えるところではないけれども、結果的にはあそこから10万点。あれでも下茶の数層って結構指くわえて見てそうだよね。なんか迷ってる間にもう行っちゃいそうだよね。テンパイまで行きそうですけどね。次変化がなさそうですよね。あ、はいはいはい、わかりました。はい、では今回の動画は以上になります。で、2回戦の動画がですね、同じメンバーで周りはなので、次はかわちゃんのチーチャからスタートですね。勢いあるね。爆裂でもう単発で終わっちゃうかもしれない。10万点ね。では次回の放送もお楽しみに。